ちは、さおちゃです。今回はですね、結構いろんなビルが立ち並んでるチッパンデールっていうエリアに来ました。で、ビル街を今回撮影した後に住宅街の方も見てみたいかなと思います。この周辺結構モダンな感じで、はい、こういうちょっと変わったユニークな形のビルが立ち並んでますね。なんかあれとかもすごいですね。なんか曲面みたいに曲がってるし、その手前のとこもすごい感じですね。なんか本当このエリアは、特にいろいろあるかなって感じなんですけども、ちょっとね、もうちょっと進んで、はい、もうすごいとこあるんでお見せできたらいいかなと思います。このエリアなんですけど、セントラルパークモールってあって、スーパーマーケットもありますし、なんか他にも映画館、シネマってありますね。ダイソーもあるし、ここの、ですね、緑がいっぱいあるからすごいいいですよね。うん、あ、でもこのテナント、デイフォンタンってあれありますね。台湾の有名なとこもあります。こことかなんかあれですもんね。なんか昔の煙突ですよね、あれね。すごいな。ちょっとね、まずちょっとこっちはちょっと後にして、煙突の方を撮っていきます。煙突すごいですね。高さ50メートルぐらいあるんですかね。そんなないかな。でもなんかここの一帯がなんか昔使われてた工事現場みたいで、工事っていうかなんか工場とかですかね。なんかこういう黒い壁みたいに囲われてるんで、中には入れないんですけども。でもあっちの方とかもそうですね。ハイビルみたいになってて。うん、すごいですね。この近代ビルのとこに、すごいシュールな感じします。なんかダクトみたいのも気になりますね。何なんだろう。え、なんかこっちのね、建物とかの対比とか見るととっても面白いんじゃないでしょうか。ね、この一角全体が、はい、もうなんかすごい近代的ですよね。本当に。でも、すぐ隣が、廃屋があるってね。廃屋ですよね。うん、なかなかにね、こういうのも、面白いなと思いますね。え、これ、何ですかね、時計ですかね。でも時計じゃずっとぐるぐる回ってるから、オブジェクトっていうことでいいんでしょうかね。それで、あそこですね。すごい、何がすごいかなっていうと、なんかあそこに鏡じゃないけど、なんか反射してる謎の、なんか板っていうか、なんかいっぱいついてるんですけど、あれは何に使うんですかね。ちょっとね、なんか用途不明っていうか、なんか構造的にすごいですよね。なんかゲームとかに出てくるような感じで、少なくとも日本の住居は代理できないんじゃないかな。なんか、うん、驚きです。つくづく。はい、下はこんな感じで、ウールワースとかスーパーマーケットとか、飲食店とかカフェが入ってます。これ面白いですよね。こっちの住宅のとこもちょっと見てみましょうか。これ入ってくると、こんな感じですね。いやー、ここもすごい。でもなんかあそこになんか洗濯物とかあるみたいなんで、やっぱり普通に住居って感じなんでしょうけど。いやー、すごいですね。綺麗だ。うん。すごく、近代的で、うん。ちょっと未来感を感じる。ワクワクですよね。で、ここ一体一望するとこんな感じですね。なんか改めてね、なんかすごく特殊なエリアだなと思います。下ね、芝生があるんでね、結構いろんな方が座ってくつろいでますね。ここはなんかワンちゃんとかもいますし、まあ都会の中でありながらね、憩いの場になってます。アートギャラリーみたいですね、ここもね。割とオーストラリアっていうか、このエリアはアートギャラリーが多いみたいで、あ、この辺もすごい素敵だなって思います。で、ちょっと歩くと、なんかここいいですね。ここも一応マンションですかね。ここ、さっきのところとは全く雰囲気が違う感じですけど、本当いいですよね。すごい歴史を、150年ぐらい経ってるんですかね。まあ、パッと見ですけども。うん。で、なんかあそこの公園らしきとこもちょっといいですね。やっぱりちょっといいです。あ、いいですね、ここもね。座席がなぜかいっぱい10個ぐらいあってちっちゃい公園もあるし、すごくいいですね。ここ追いつきます。これなんかメープルですかね。うん、割とね、シドニーはユーカリと合わせてメープルの木も多いかなっていう印象を受けます。
建物のところすごいですね。なんか建物の前に植物がいっぱい植えられてます。うん、すごく綺麗ですね。この建物とかね、すごいですね。これ、なんか、ね、どんなお家なんかすごくね、想像、多分、まあ、中は普通なんでしょうけどね、ただ、外観はすごいです。本当に、圧倒的になんか、日本ではまずお目にかかれない感じがしますね。残念ながらこの建物なんか入れないんですけども、まあ、見た感じ、まあ、教会とかじゃなくて駅舎ですかね。なんか作りがそんな感じですけども、なんか可愛らしいっていうか、でもすごい作りはいいですよ。そんなに大きくはないですね。多分駅関係のものだと思います。あ、こちらどうやらあれですね。今今日だったかな、旧正月ですね。ハッピールナイヤーって言うんですけども、まあ、それでちょっと提灯がちょっと飾られてるでしょうね。やっぱりね、結構中国の文化の影響はオーストラリアかなり大きいと思います。これは、トゥクトゥクですよね。トゥクトゥクかな？カンボジアではよく見たけど、最近タイだとあんまりなんか昔よりは減ったって感じがしましたけども、やっぱり日本の東アジアのね、影響を受けているのかなって感じで、あ、なんかここに京都ってお店があるんですけど、ラーメン屋さん、あ、なんかナルトのが書いてあるけど、なんか、いいですね。こういう通りあるの初めて知りました。ここすごくいいですね。ここもなんか小さい、レストランとかが並んでるとこなんですけど、ミニマムなお家、さらにちっちゃい感じなんですけども、それが可愛らしくて、すごいおしゃれスポットっていう感じです。お、これなんか、大きい牛が、赤い牛がいますよ、これ。こういう感じになってますね。びっくり。なんかこの中も入れるみたいなんで、ちょっと行ってみましょう。スパイスアーリーって書いてありますけど、ここは入ると、あー、すごい、なるほど、こういう感じで、ちょっとショッピングセンターみたいに、てかなんかフードコートみたいになってるんですね。なるほどなるほど、なんかすごい狭いエリアをうまく活用してるっていう感じで、あら、まああったんで、はい、入るとこんな感じです。あー、すごいやっぱりこんな感じ。なるほどなるほど、すごいなんかこじんまいとしてるけど、でもなんかこれがね、なんかアジアのなんか裏路地っていうか、なんかいかにもって感じで、いや、でもいいですね、すごくね。あ、なんか謎の絵があー、なるほどなるほど、こんな感じになっているのはちょっとここは初めて知りました。このエリアとってもいいですね。アジア料理のお店もありますし、他にもそのレストランもあります。で、結構オーストラリアって、まあ、夏場とかね、テラスすごい暑いんですけども、ここは建物が影になっているんで、日中でも、はい、問題なくテラス快適にね、過ごせそうな感じがします。ということで、今回チッパンデールの街の様子を撮影したんですけども、伝わりましたでしょうか。ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画を見ていただければ嬉しいです。では。